近いな。あ、びっくりした。久しぶりこんなにこんなにびっくりした。どうしよう、トリオ、トリオのなんか芸人さんとか、なんかもうダチョウ倶楽部しか流れてこない。ダチョウ倶楽部ね。確かに3人だ、今いっぱいいるじゃん。あの四千頭身さんとか、もうトリオでしょ。あのツイッターのアイコンが丸な人ですよね。わかりますか。わかるよ。パクリはしないでしょ。あ、パンサーさん、おお、ジャンポケさん、いや、お笑いな、疎いんだよな。ジャンポケ、お互いの対応だった。違うんだ、コウメ。なるほど。ちゃんちゃかちゃんちゃんの人ですか、コウメさんって。そうそうそう。あ、いやでもな、ロバートとかして本当に口うるさい。だから私のリップつけてももうだから同じ色にしかならないよね。赤いやつつけなきゃ、びっくりした。ねえねえ、ちょっと待って、だってそんなに。びっくりした。鏡なしです。ありがとう。すごい下から、めっちゃ下から撮るじゃないですか。なかなかアイドルに覗き込まれることないからね。あー、なるほど、そういう視点で。やっほーやっほー。だからオレンジなんだってな、私の塗っても。化粧がちょっとよくなった。でもちょっとここで星を取らないと、ちょっと星をね、1回で2つゲットできるチャンスなので。そうなんですよ、うん、やるぜ。そして二人ともワックの星を持っていないので、うん、ゲットしなきゃ。でもあと1時間ぐらいですよね。うん、1時間切ってる。考えますか。はい、20時半からです。お願いします。お願いします。楽しみということで、若干遠目からみんなの様子を狙っていきたいと思いますが、あと1時間ほどお付き合いください。よろしくお願いいたします。
そこが勝負なんだよ。本気だ、本気で。回ってないだけでもいい。でも、被らないもの。あ、でも待って、でも、そしたら逆に、まあ、バレても大丈夫な堂前泉ペアのとこ行きましょう。どうせ本番のサプライズ制で人払い取ってくれるんで、ね、そっちの方がいいっすよね。そっちの方がいいっすね。そうっすよね。あー、コントがないと合宿ってこんなに楽しいんだな。去年、今年か、今年も本当に一番頭おかしくないそうだったんで、古木さんと二人でネタ考えるときが本当に一番頭おかしくない。前回は言ったんですね。前回は僕がやりましたが、本当に古木さんもいたんですね。そう、いらっしゃいましたよ。一番ネタバレしても良さそうな。あ、いたいたいた。さっきニコ生のコメント見てたら、はい、あの他のメンバーの方のとこいたんだけど、そしたらあのネタバレになるから、あの絵を写さないでくれみたいな。へー。あ、メンバーのですか。そうそうそう、僕らもネタバレになっちゃいますよ。そしたら、あ、だから今ここ、あ、そうそうそう。ここだったらまあ別に大丈夫かな。いや、全然大丈夫じゃないんですよ。どんずべりになる。でも堂前ならね、エンターテイナーだから、より一層本番面白くしてくれるでしょ。エンターテイナー。今泉さんが台本考えてくれた。どうまで何してんの？どうまではその上がってきた台本を見て、うん、コンビ名を考えて、うん、あと台本を頭に入れるっていう作業があります。なるほど。あ、じゃあ今時間空いてる。いやいや、なんですか。ちょっと視聴者と。なんか緊張しちゃう、なんかこういうの久しぶり。やばいですよね、ちょっと黙っちゃってる。私苦手なんですよ、こういうの本当は。コメントなってきてます。コメントは、社会の窓担当できた。この間なんか月野さんがショーケースで、あの社会の窓開く事件があって、さっき聞きました。はい、あの大まかには聞いたんですけど。あ、そうですか。なんかその時にそもそもどうしてそうなったのかとか、なんか月野さんが衣装を踏んじゃったんですよ、はい、踏んじゃってなんかボタンがプチって開いちゃって、普通に力で開いちゃった。あ、力で開いちゃって、でなんか衣装が壊れたわけとかではないんですけど、
でなんか急ぎに直しに行って音響さんも待っててくれてたんですけど、待っててくれるタイミングと私のゴーするタイミングがちょうど重なっちゃって、ステージ出る前にもそうなっちゃってた。あ、なんか曲中に、でなんか曲の転換の時に、あ、転換の時なんかちょっと待っててくださったんですけど、私のゴーダッシュが遅すぎて滑り込めず、なんか結局グッドナイトでなんか私がなんかニコ生の図みたいな、なんか月野さんを誘拐にしたなんか不審者みたいな感じでずっとなんかこうやってなんか付きまとって、で結局安全ピンで止めてその舞台を乗り切ったんですけど、すごい笑ってきて。え、その時どうだったんですか？めっちゃ焦りました。焦りました。あー、でも月野さんの方が焦ってました。あ、まあそうですよね。もう本当に編出者を見る目でしたね、あれは。動画さん的には どんな感じだったんですか？なんか私的には月野さんが止まってくれると思ったら、もう月野さん もうやりきってくれてたんで、なんかもう踊り続けてて、でなかなか安全ピンが刺さらずなかなかお互いの意思疎通ができてなかった時だったんですよ、あの時は。まあでもやりきるのもプロですよね。いや、そうですね。もうなんか曲イエーとかもう一曲まるまる社会の窓開いた状態でやってて、なんか振り的になんか振りずり寸前は割と片手の振りが多かったから、なんか割と目立たずに、ニコ生さんでも全然気づかれてなくて、コメント上だとそうなんですけど、なんか家はやっぱり両手使う振りが多かったから、すごいよくやりきってくれたなって思いました。月野さんのプロ根性に助けてもらって。やばい、泉さん何喋ればいいですか？私ちょっと僕に振られてくれて、僕はもう真剣に真剣に行こうと思うと、もう20時までにちょっと一回台本を作って練習しないと。ちょっとまだ練習までいけてないから。そうなんですよ、やっとかないと。やるからには、やるからにはちゃんとやりたいので。質問コーナーしよう。堂前さんのその回答にかかってるやつで。じゃあ質問何かある人いますか？堂前さんはいつ頃ワーク入られたんですか？私は今年の4月から入りました。なんかそのちょっと前にインターンとしてあのワークの現場ではちょっと関わらせてはいただいてたんですけど、正式にパラダイスのマネージャーになったのは4月ですね。入社してすぐ。入社してすぐ。まあでもできたばっかりのグループだったので、なんか本当にメイさんとなんかほぼ同期みたいな感覚ではありますね、はいはい、なんかよくメイさんとも2人で話すことがあるんですけど、私もわからないこと多いし、メイさんもわからないこと多いから、2人で一緒に頑張っていきましょうねみたいな話はよくしますちょっと頼りないんですけど。僕2年前くらいまで割と通年関わらせていただいてたんですけど、なんだろう、やっぱ2年置いてるからすごいいろいろ変わったなっていう実感があったんですよ。やっぱ枠ってこう流れが急激じゃないですか。まあ、そうですね、結構僕が関わってた子たちは実はもうっていういないくらいやっぱり流れが激しくて、うん、で今回も僕今回このお仕事のお話もらった時に、あれなんか新しいグループかなと思って調べたら、そのギャングパレードが流立したっていうのもそこで知ってあ、そうだったんですね。それもすごい意外で、うん、ね、やっぱり波の激しいワークっていう世界で、うん、でも常に新しいものを提供しているから、やっぱりそこに刺激がみんな、うん、あの
もうこうだから刺激を求めてくるのかなって思ったんですけど。ありがとうございます。コメントでもそうだなってきてます。それがワック。ファーストを継いだ感想は、なんかファーストを私コントで、あのパラダイセズの初ワンマンでなんか被ったんですよ。あ、被ったんですか。被ったんです。なんかしかもその内容がそのメイさんがファーストを被る流れになったけど被らない、でもなぜか私が説明として、なんかなんだろうな、今までギャングパレードでこういう風にファーストを被ってきましたみたいな、パラダイスで新しいグループなんで一応そういった説明もパラダイスから入った人たちには必要だろうってなって、で必要じゃないみたいな感じで辻山さんが俺はドーマイが被ったら面白いと思うみたいなことを言い始めて、で被って出ただけなんですけど、出てただけで、でその後はなんかその時になんかまあ一応ソーシャルディスタンスを保った公演なんで、はい、私もマスクつけて舞台に上がった方がいいだろうっていう話になったんですけど、ファーストの上からマスクって被れないじゃないですか。なんかおストッキングに穴開けるとこう伝染しちゃうんで、でなんかガムテープで貼って出たらガムテープが舞台に出てる時にペロンって取れちゃって、本当になんか焦って追いつないでこうやってやって、その後こうやってまた付け直したんですけど、なんかその時の会場、なんか私舞台だったのがそれが初めてなんですけど、その時にマスク取れた瞬間が一番シャッター音が鳴っててちょっと震えましたSNS に載ったらもう一生それが取り返しのつかないことになると思って。全然載ってるんじゃないですか。いやでもメンバーに言われました、トーマイさんいっぱい乗ってましたよみたいな、いいねしておきましたみたいな、最高のデビューじゃないですか月のうさぎさんがいいねしましたみたいなのが流れてくるんですよデジタルタトゥーは本当に怖いなって思いました、その瞬間。でもなんか渡辺さんも終わった後になんか撮れたところが一番面白かったみたいなことはおっしゃってくださったので良かったなって思いました。ある種メンバーを送っちゃった感じでよくいじられます。最近渡辺さんに会うとコントおばさんって呼ばれるんですあ、出たコントおばさんみたいな、なんか書かれてたかな、なんかちょいちょい本来の見てたと思うんですけどカリスさんは意識してなかった。いやー本当に。仙台と京都のワンマンで本当慣れ、舞台慣れはでもちょっとしたかもしれない。伊豆美さん台本はどうですか今。なんとなく見ました。なんとなく。じゃあちょっと練習風景を。練習風景撮るんですか。練習風景撮ったら面白くないじゃないですか。なんかあのスタッフ組はバレてもいいぞ。ハンデが大きい。ちょっと一回じゃあこれを。ラインでですか。送りますちょっと。練習風景ってやばいっす。これ絶対練習してるとこ見せたらもう滑っちゃう。どう前にピンタされて喜ぶコントがいいなってきてますよ。音だけ消しましょうか。音だけ消す。できますけど。音だけ。いいですか一回、じゃあちょっとコメントに
回答を求めましょう。ネタバレ禁止として練習風景だけなんとなく見せます。音は落としますけど。いやだ、いいですか、ね、本当にこんなんできないんだ。いいよできて、いいよが多いんで MV 流したら、あ、東京は人間がやってくれればいいんですけどね。でもなんかこんなんできないんだ、無音でなんかちょっとやってる風景も楽しいんじゃないかなって。無音でボケてきてる。じゃあちょっとマイク音下げちゃいますね。よし、じゃあちょっと時間もないんで練習しましょう。最後どうやって終わらせるか。まだあと25分あるんで汗吐きそう。本当にこんな絶対思って出たくないです僕。男だけになっちゃいました。いや本当ですこんな絵誰も見たくない。やばいな、ちょっと無理だこれは。おー、どうしよう、ドーマさん行っちゃったし練習できないし。練習したいのに。あのちょっと聞いてたんですけど、ミスさんですけど、はい、ドーマさんの負担率がすごくないですか。その内容無茶ぶりか。いやもうでももうドーマさんにかけるしかないです。ここはもうドーマさん人気を、やっぱりもうパラダイスズといえばドーマさんっていう言われるぐらいにちょっとなってもらいたいんで。僕もちょっと自分のセリフだけ覚えとこうかな。戻ってきた。あ、戻ってきた。今音ありですか。あ、今あります。今ちょうど敵チームにあのちょっと有利になるものを渡してしまったかもしれないです。大丈夫です、そんなの関係ない。ちょっともうちょっとこうテンポよくいきましょう。これテンポよく、テンポよく、はい、でもうあと20分しかないんで。やばい、ちょっとモノマネを何でもいいんですよ本当に。じゃあ再び音を消します。ありがとうございます。やばい、邪魔しにくいですよ。ちょっと本当に練習できない。うわないです。あ、お家です。ですよね、ですよね。なんかメンバーの皆さんさっきから変わる変わりに私に小道具を借りに来るのは何なの。何が来ましたか。さっきキラメとラブコンビが来ました。ちなみに何を元にしますか。いや、これはそこまで秘密なんだ。そこまで秘密なんだ。ずるい。じゃあちょっと本当に台本を読み合わせしましょう。じゃあサッカー、ありがとうございます。サッカー
向こうが楽しそうです。向こうが楽しそうなんで。あ、本当ですか。あ、楽しい。ちょっとやめてください。あ、ダメ。ダメです。本当にダメ。本当にじゃあ音消すんで。あ、ならなら。行きます。ちょっと何やるのか。なんかすごい面白いことわかんないんですけど、なんかこの合宿を通してどんどん僕の扱いがなんか何でもあいつにやらせとけばいいやみたいになってないですか。大丈夫かな。いや、あの正直すごく美味しいんで、はい、本当ですか。こちら的には頑張ります。これお姿映せるのかな、はい、戻ってきたら聞いてみよう。いやーちょっと、いやこれはあのすごい面白いです。本当ですか。いやーもうなんか全員参加型になってきましたねこれ。全員まあなんか通年スタッフはさらされてる感じはします、ね。そうですね。だからあの俺のすく水を知ってる人ってすごいですよね。まあ、1回2年前に3分ぐらいやっただけですからね。一皮むけない。俺も一皮むけなきゃいけないのかな。いや面白ければいいですし、僕も一皮むけたいですけどね。なんか泉くんとあの堂前さんも参加するわけですから、はい、あのあっちはなかなかやべえことになりそうです。あ本当ですか。いい感じで。これ お姿は見えてください。映さない方がいい。あじゃあすいません。ちょっとすくびずででんぐり返してください。上を言うからね。いやこれちょっとすごい楽しみだな。お届けします。やばいっすね。やばいっすね。ちょっとこれはどうしよう。できない。どうしよう。いや本当に素でつまんない人間だから全然面白くできる気がします。でも僕もちょっと本当にこういうのはどうしよう。だってあと6分しかないですよ。6分もう。でも、もうこのまま行くしかないですよね。そうですね。もう行くしかない。もうあとは強い心を持って臨むんですよね。そうですね。で猫広拾いすぎちゃっていつも困ってる近所の内田さんでちゃんと呼ばないで斉藤君。じゃあちょっと準備の方に。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。スタッフコントやばいな。通せないから。ちょっと今みんなにアラート出しに行くからちょっと待って。あ、はい。
いやちょっとどうしよう、じゃあ僕頑張って5分つなぎますわ。いやなんか僕までつなぐことになるとは思わなかったんですけど、ちょっとあまりにも時間がちょっとハマっちゃってたんで、すいません。はじめましての方は、はじめまして。ちょっと2年ほど前から、通年でこの合宿とかのバックの合宿とかを、放送のカメラとして入っていた吉川と申します。あどうもお久しぶりです、ありがとうございます。ちょっとね、常時マスクはさせていただいてます。と言ってもね、ちょっと何話せばいいのか全然わからないですけど、あれ、そうですね、ちょっとコメント拾ってて、デスソースはね、食べたことあります。あのね、あれやばいですよ、本当に。あのワックの企画では僕は食べなかったんですけども、他の番組の企画でデスソースをちょっと、あと3分です、あと3分つなぎます、デスソースを食べたことあるんですけど、あのカップ焼きそばにデスソースを入れて食べるっていう、あの放送の中の企画があって、試し食いしたら、あの普通に本番中に支障が出るくらい汗がちょっと止まらなかったですね。あの本当ズズッといっちゃって、そのズズッといっただけで結構やっぱあの なんていうか、あのどう考えても不健全な汗が出てきますね。ダブチャックはしてないですね。これ拾わん方が良かったから。ワックの好きな曲はちょっとその古くなったりするかもしれないですけども、まあでもあれかな、ごめんなさい、ちょっとパラダイセズとか別は分からないんですけども、ギャングパレードの時とかはフォールとかすごい好きです。あと P2M もすごい、あのもうずっと見てきて聴いてきて覚えた曲ですしね。まあもうフォールが一番いいかな。あとはなんだろうな、そこそこあのライブとかも実はちょっとお手伝いさせてもらったことがありました。お手伝いというか、あの、あ、OK ですか。ありがとうございます。すいません。ちょっと半端になりましたけども、向かいます。あ、ごめんなさい、フォールじゃない、ファールだね。うん、ファールです。8分ちょっとだよ。はい。どこ行くんだい？ちょっとすいません入れとくね。やべ、これ俺一人で集計しないといけないのか。あれ半じゃない？皆さん半ですよ。